同僚の先生に対していじめをしていたという人の謝罪文がインターネットに掲載されてました。まあこれが主犯格じゃない40代の先生っていうか、もう名前が出てますけれどもの謝罪文。まあこれ見て、これ誰、まず被害教員に対してただ申し訳ないというしかありません。まあ事実だとしても、まずこれを一番最初に持ってくるべきじゃないですか。子供たちに対して、そして子供たちの前に出られなくなり、つまりこの人にとってはいじめした人は子供たちより下でーすって思ってるんでしょ、この人は。ああそうですか、かわいがり、うん、思いがあって、なるほどね。要するにこの程度の気持ちでしか教員をやってなかったってことですね、この人は。続いて、柴田雄介、指田秀和、もう一人何て読むんだこれ、なんたらとし自分の漢字が少ねえ。ご家族の皆様において直接お会いして謝罪の辞を述べさせていただきたいと思います。そもそもこの人たち、子供たちに何かやってるわけじゃないですよね。子供たちがどうのこうの言う前に、まあ先生に言うということだけで自分はいいと思うんですけれども、まあ信頼を裏切るようなことをしてしまった。で続いてこの人、軽はずみな言動、つまり言葉に対して自分自身は手出してませんって言ってるようなもんですね。手出してるのは他の人です、自分は言葉でしか言ってませんっていう風な感じですね。で続いてこの男性、結局全員ともに謝罪文、まあ被害者に対して3行4行で終わらせてますね。で最後に全員テンプレのようにスマショーの児童保護者の皆様となってますね。結局自分たちで加害じゃねえいじめた先生に対しては、まあ自分たちがいじめをしていないというか、生徒たちと生徒と同じぐらい
というか生徒よりも下ですってな感じなのかね、やっぱり。ま、謝罪文が誰に向けたのかっていうのが、いじめをした、いじめをした先生に対しては意地でも謝るもんかって言ってるようなもんですね、おそらく。まあむしろやったことは、まあ言葉の暴力で、ついでまあ激辛カレー好きじゃないっていう人に対して無理やり食わせている、これある意味暴行罪に当たりますよね。でこの人たちはまあ教師やってるってことは公務員ですから、まあ多分今は休暇扱いで休んでいるっていう風な、有給休暇消化中とかっていう風なのをインターネットでよく見てました。